高校野球で選手や監督として夏の甲子園で優勝し、名将として知られた迫田義明さんが亡くなったのは今月1日でした。亡くなるまで監督を務めた竹原高校の教え子たちに、迫田さんの生前最後のメッセージが届けられました。全校生徒およそ140人のうち41人が在籍する竹原高校野球部。監督だった迫田義明さんは今月1日、84歳でこの世を去りました。監督室に残された手書きのメモ、そこには厳しい勝負の世界に生きる教え子たちへの言葉が。野球が好きで少しでも上手くなる人が続けてください。いつ辞めても良いです。1個でも2個でもものすごく大切な失敗をしてですね、その大切な失敗をほの身に染みて後輩に伝えていって、後輩が本気で聞いてくれて、この強いチームがだんだんできてくるんじゃないかと思うんです。迫田さんは広島商業や女水館などの監督を務め、14回の甲子園出場を果たした名将。竹原高校の監督になって4年、着実に成果が出始めていました。今年は南部の1年生大会がなんとか、優勝できたんで、全国からいい選手を集めてガンガン打たすんだというピッチャーもおるんです、大丈夫ですと。そんなことじゃなくして、好きな人を集めて、そしてそれらをなんとか鍛えて、で勝ちますと。10月、県南部の21校が参加した大会で竹原高校は優勝。しかし迫田さんはある弱点を見抜いていました。ほとんどの方がマイナス思考なんです。スポーツやる前にね、マイナス思考がやっぱりね、本当にマイナスになりますね。よし、これでこういう風な野球部ができるというような採算が大体わかるようになりましたんで、もうちょっと時間をください。課題は生徒たちの精神面の強化。託されたのは迫田監督と親交のある現役のトライアスロン選手、福本哲郎さんです。メンタルトレーナーとしても活動しています。思い込むところが大切です。甲子園自分たちは出れると思ってる人、いいね、迫田魂入ってるね、いい、それもう当たり前にその手やっていく、ね、早速マイナス思考に陥らない特訓を開始。負けても喜び、プラスのことだけを表現する本気じゃんけんです。せーの、最初今回の公演が決まったのは11月。容体が悪化し入院していた迫田さんは、福本さんに竹原高校野球部への思いを語っていました。それは亡くなる2日前、公演の最後、その言葉を部員たちへ。今のだから竹原高校の子供はそんなに大したことないんですよ。それはすごいね、どうやってくれるか。もう一度グラウンドに立ってほしいですね。したいですね。ね。最後まで自分たち竹原高校野球部のことを考えていてくれて、自分たちが甲子園決勝で恩返しできたらと思ってます。竹原高
高校の子どもたちへの愛情が伝わってきましたね。伝わりましたね。でも本当今こう、まあ、スポーツの世界だけではなく、まあ、例えば企業であったりこういろいろなこの集団の中でこう指導する難しさを感じていらっしゃる方本当に多いと思うんですよね。そういった意味でも迫田さんがこれだけ長い期間をかけてその教える立場の人とどう向き合ってきたのか、なんかそれを私たちももっと迫田監督から教えてほしかったなというふうに感じますね。はい、